ました。ああ、ブブブブ。これやばい、怖い、どうした。女の子恥ずかしくて友達にも見せられない。おい、今日さ、辰巳、どうやらテストひどかったみたいだな。おい、まあ実際そうだったんだけどな。続きはどうだった。これは85点。鈴木、なんだか最近どんどん点数が上がる。真剣ゼミのあれかな。真剣ゼミ。毎日30分くらいやってるんだ。たった30分だけ。医療対象もやってるからお前らも申し込んでみろよ。そうか、みんないろいろやってるんだな。お試しくらいやってみようかな。お、やった、80点。80点取った。早速効果が出たみたいだな。ああ、鈴木はどうだった。俺は86点。お前からずいいな。後から始めたお前らに負けてられないからな。おい、一番何点だった。100点。100点、すごいな。さては、お前もやってるな。さては、千葉くんも神経ゼミやってるな。いやー、今回ちょっと難しかったな。お前ら何点だった。82点。俺は15点。今まではその点数で喜んでいただろう。鈴木はどうだった。じゃん、90点。マジか。真剣ゼミで特別対策コースに申し込んだんだ。そんなのあったんか。今ならまだ間に合うよ。一緒に入ろう。うん。お、千葉、何点だった。100点。なんと100点。すげえ。千葉くんは予習復習どのくらいやるの。全くやってない。最近千葉、アカペラも調子いいよな。千葉じゃないか、千葉。鈴木、アカペラも調子いいよな。真剣ゼミで効率的な時間の使い方ができるようになったんだ。昔と今では練習の質が違うよ。効果が出るのは勉強だけじゃないってことだな。よし、僕らもっと頑張ろう。うん。千葉くん、最近アカペラの大会でベストボーカル賞を取ったんでしょ。すごいね。よし、今日帰りどっか寄ってっか。いや、今日帰って勉強する。やけに今回やる気だな。決めたんだ。今回のテスト100点取ったら高橋さんに告白するって。ずっと好きだった高橋さんに。勉強を頑張れば結果がついてくるって真剣ゼミで信じることに時間、自信がついたんだ。僕も応援するよ。ありがとう。ちょっと待って、あそこにいるの高橋さんじゃない。俺ももう少しで30点取れるよ。鈴木、これ全部真剣ゼミのおかげだよ。黒沢、辰巳、俺真剣ゼミもうやってないんだ。
どういうことだよ。68点、真剣ゼミやめるな。ありがとうございました。